皆さんもこんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました山城宏司でございます。今日はこのようにいっぱい本当に恐縮いたします。お忙しい中、お集まりいただいて沖縄の話も聞いてみようということでお越しいただいたと思いますが、感謝申し上げてお話をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。今お二人の案内今紹介いただきました。本当に光栄に思います。中川県議におきましては、また再選があったということで、かねて、名古屋に伺うときは同じ名前で非常に親しみを感じておりました。先ほども、駅前で、松本の広地、沖縄の広地、紹介いただいて、本当に嬉しく思いましたけど、同じ名前が世の中にいるとはあまり思い、なぜ親父って言ったんです、広地じゃなくて、なんで広地なんだ。お前は次男だから次男って感じなくてですけど、だからそうなんでしょうか。あ、そうです。まあそんなことであのあまりなかなかない名前をいただいておりますけど、広司と申します。それから、池田幸男さんには、かねてより、福島水尾参議院議員の秘書として沖縄のことにご尽力いただいた福島さんの片腕としてたくさんの、私たちへの力もいただいておりましたが、今回、地元で家になれたということで本当に嬉しく思っております。させていただきました地元の皆さん、心から温かく申し上げます。ありがとうございました。ぜひご奮闘ください。じゃあ少し時間もないようですから、1時間ほど時間をいただいて報告をさせていただきます。冒頭で、先ほど歌が歌われました。なぜ私たちの運動は長く長く5年も10年も続くのかなということをよく言われますけど、これ私は思うに、どんな厳しい運動でもやっぱり人々は心を開けば明るくなるんだと思うんです。でこのゲート前行かれた方が多数いらっしゃると思います。心から感謝申し上げます。また先日 5.15 平方更新も行いました。たくさんの右翼も結集して凄まじい状況が続きましたけど、全国の仲間が来ていただいて力強く行進もさせてもらったところです。まあ、そういう厳しい状況にはありますけど、それでもとにかく元気で頑張るという意味ではですね、運動はまだ力強く進んでいるんだろうなというふうにも思いましたが、とにかくそのような運動の現場で、明るく伸びやかにしなやかにしたたかに粘り強く戦う、それが私たちの思ったのでありますが、まあ、これは私たち大衆運動、社会活動する者にとっては、まあ、みんな同じだと思うんですけど、まあ、その中で私が感じたのはやっぱり現場で歌う、踊る、そして語る、そういうことが何よりだろうなというふうに思ったところです。先ほど練習歌っていましたので、一定の馴染みがあろうと思うんですが、ゲート前では今こそ立ち上がろうという歌と、座り込め、ここへ座り込めという歌を歌って、集会を始めていくことを常にしております。そういう話をすると、忙しいな、ひろしさん、立ってみたり座ってみたり、沖縄の運動って忙しいな、勝手だなと言われそうですけど、いずれ、まあ、状況を得た歌なので、その触りだけ私の方でも歌って、沖縄の手の子の沖縄の運動の雰囲気を少しお届けければければと思います。よろしくお願いいたします。今こそ立ち上がろう、一番、そして座り込め、ここへ一番使って、作っていってください。今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、沖縄の道は沖縄が開く、いくさゆのとがみ生きるため、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、座り込めここへ、ここへ座り込め、隊列を立て直す時は
と言って機動隊がやってきてゴボウ抜きが始まる、ねまあ、そういう流れになっております、機動隊の人はどうぞ引き抜いてください。後ろからどこから来ますよ、はい、スクロップという感じですかね。そんな状況で、まあ、やっておりますが、でもこんな歌ばっかりじゃなく文化みたいやないか、みしょうさん、これじゃ明るくならんでしょうというふうになりそうなので、後ほどまた違う歌の紹介をしてですね、いただきたいと思います。もう歌が山ほどできて替え歌合戦になっていまして、この替え歌集も何冊したか分かりませんが、ここにはとりあえず24曲入っているんですけど、ほとんど替え歌ばっかりで、機動隊に抜かれるときはもう悲鳴が上がって痛い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 、やめてやめてやめてと声がもう炸裂するんですけど、終わって、ゲートのテント村に戻ったらまたにこやかににこやかに、あの男けしからね、私今日スカート履いてるんですよ、関係ないのよとかこう言いながら、わけらげ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 ながら取り組みをしておりますけど、こうやっぱり歌ったり踊ったり何より大事だろうなというふうに、まあ、沖縄はもともとが歌と踊りの島ですので、歌にはここ書きませんから、まあ、民謡が出たり、沖縄のカチャーシーって踊りが出たり、さまざまな工夫をしながら運動を続けて今日に至っております。14年の7月、6月の暮れから、辺野古の運動を始めましたので、まあ、かれこれもう丸5年が経過をして、6年目に入ろうとしておりますけど、よもやこんな長い、スタイトル闘争になるとは思いもしませんでしたけども、これから先どうなるんだろうという思いが募りますけど、でもみんな元気で頑張ってくると思います。むしろそれよりですね、あそこに集まってくるたくさんのお兄さんお姉さん、ね、60年代に間違いなくお兄さんだっただろうお姉さんだっただろうという皆さんが、駆けつけてくれていますけど、吉野さん、ここ終わったら私たちどうなると思っていいから、ここ終わったらどうするどうしよう。じゃあみんなで老人ホームでも作ってまたあそこで座って歌おうかという話をしながら、まあ、冗談を言いながらの毎日ですけど、ともかくやっぱり人が集まって会話ができると連帯感ができて、そして楽しいですね。だからみんな自宅で一人で新聞読んでイライラわじわじするよりはこっちに来てみんなでいろんな話を気持ちがいいから来るんだというふうな話をしてくれます。そういう空間として沖縄の戦いの現場を作っているというのはまずお知らせしたいと思います。多分今日の辺野古の現場はトランプがやってきてさ、安倍がさニコ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 しててゲーム、ゴルフ行ってみたりさ、食事三昧してみたり大相撲を見てみたり、何よあれ、まあ、そういう話がいっぱい来てるんだと思うんですよね。多分そういうお差をみんなで言い合って自分のお差を発しながら、やっぱりここに来なきゃ生きられないという感じがあるんだろうと思うんですけど、まあ、そんな感じです。まあ、とりわけ政治の状況があまりひどいものですから、僕は何より県民投票してもボツですし、デニーさんが当選してもボツです。民意がどこに行くんだ、私たちはどうするのと言っても全然政府は聞いてくれません。まあ、そこに対する怒りや悲しみもやっぱりみんな集まって、言うと何とかをするんです。まあ、一人じゃ耐えられないですね。あんな風に県民投票しても全く変わり見ない、そんなの自宅で新聞読んでイラ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 してたじゃん、病気になってしまう。それじゃなくてやっぱり現場にみんな集まってみんな顔のあるマイクを持ってけしからん、くそやろ、バカやろ、でも負けないという風に言い合うと、なぜか収まりがついてまた明日から頑張ろうということになるんだろうなという風に思うんですね。そういう日々を今、暮らしております。私、14年の夏にヘルコが始まるという時に、まあ、今言った歌を作って入りました。歌がなくてできんだろうと思ったんですけど、こうたくさん集まってくる女性たちの元気に今ほとされています。沖縄では女性のことをネーネーと言いますし、まあ、男衆のことをネーニーと言いますけど、まあ、とても一緒かもしれませんが、ニーニーズ、ネーニーズでみんな頑張ってるんですが、そのネーネーたちが非常にすこぶる明るくて、いつも歌ってくれます。この歌を少し歌って、辺野古の雰囲気を味わって、それから話に入るんですけど、辺野古へ行こう。これは坂本九さんの明日があるから歌うんですが、辺野古へ行こう。この歌を歌って、現地の明るさを届けたい。辺野古の海を埋め立てて、新基地建設には負ける。
やりますけど、メンバー一緒ですので、ご一緒ください。えのこの、えのこに。沖縄の未来を潰す、開くため、ゲートの前で座り込む、機動隊が来る。腕を組め、みんなで座り込め。どこへ行こう、どこへ行こう、新基地設置しよう。政府の暴力荒れ狂う、正義の戦い潰すため、海には海保、陸では機動隊、みんなで座り込め。どこへ行こう、どこへ行こう、新基地の獅子よ。どこへ行こう、どこへ行こう、新基地の獅子よ。まあ、これ以上はいかないでしょうけど、まあ、大体こんな感じでですね、運動の現場が、今、作られ、継続されています、昨年お亡くなりになった沖縄戦後運動戦後史の研究の大家と言われた、荒崎守輝先生、沖縄大学の学長もされた方ですが、沖縄戦後史の研究家の大家と言われている守輝先生が、私の研究する戦後史沖縄の研究の中でもこれほど長期にこれほど規模が大きな戦いを残したのはこの辺の戦いが唯一だと、こうおっしゃって高い評価をいただきました。その沖縄戦後の戦いをですね、引き続いて、これからも作っていく、決意でおります。ぜひ、ご支援をいただきたいと思います。2つの週刊誌を持ってきて、その話の話題としたんですが、元山仁志郎君といって、県民投票の、先頭立ってくれた若者です。今一橋大学の大学院で、なんでまだ学生ではありますけど、27歳と言います。でこの元山君が県民投票の先頭立ちました。で私たちは現場にいますので、ある意味は余計なことやと思ったんですね。なぜならどの道やったら私の現場からみんな手足を引っ張り入れて県民投票をやろうというのをするんだろうです。やるならそれ結構だけど、それは自分たちであなた方でやってほしいとこう思っていたんですが、やっぱり現実は運動が始まったらもうヘルプ組で引っ込められて、街中で県民投票の成功のために、頑張ろうと言って現場で様子見はなったんですけど、でもそれはそれで結構ですが、若者たちが政治に目覚めた、若者たちが政治に目覚める、いいも悪いも含めて沖縄の国家の最大の争点となっているヘルプを議論しようよという提起をしてくれたのが大きかったと。でこの若者たち、その前には県知事選挙にも登場いたしましたし、尾長さんがお亡くなりになった後、県民投票、新しい知事を作るための努力もしてくれたのは若者たちです。そういう意味で若者たちが出てきたという意味でですね、大きな成果があったというふうに思います。先ほどここに来る前に、長野の方の労働会議の中渕さんにご挨拶いただきました。やっぱりネットはですね、もうご案内のようにネット検索すると全部その向こうの方に引っかかってきますね。例えば辺野古の話、沖縄の戦争反対の話なんかネットで検索してもどのうち最終的に右翼ってネット右翼と言われてるグループの、じゃあどうすんのよ、中国が攻めてきたらどうするわけ、米国がいなくて沖縄守れるのか、やっぱり米軍基地必要だろ、中国はやっぱり彼らを牽制するための沖縄の米軍基地必要でないかっていう論に巻かれて、やっぱり沖縄で米軍基地必要ではないか、辺野古必要ではないか、あそこで必要で反対しているのはためにする、中国離れの中じゃないかみたいな議論なので、なかなか若者たちが盛り上がらない、非常にその短絡的な発想の中で若者たちの世界があるという感じがします。それは若者たちが悪いんじゃなくて、今の社会のシステム、情報システムが操作してしまっている。昔だったらやっぱり自分で朝日新聞であったり毎日新聞であったり、そしてコラムを読み、自分で考えて、で中尾たち議論し、大学で議論し、学校で議論したんでしょうけど、今ネットで検索して自分に合う回答があればそうだって議論になっちゃうんですね。議論をするんじゃなくて自分の感情に一番ぴったし合うもののネットを検索してしまうとそうなんだと、それがやっぱり
自己暗示のように拡散拡大されて、だろうだろうだろうという部分に来る。で、やっぱりそこはですね、これ全国共通、沖縄でもそうですよね。沖縄の世界でも若者たちは私たちの世代の反戦を運動している人たちに向かって、じゃあどうするんだというようになってしまう。先ほども長野市の方でそういう議論があって、沖縄か、壁だよねって話をした。で、今日その話をする、沖縄の話をする前にですね、そこに少し触れた上で沖縄状況を報告させてもらいたいと思います。つまりこの話を超えないとですね、自己満足のような沖縄のアピールをしたまでで、山城は一つ の大きな命題に回答を出していないんじゃないか。中国脅威論といって若者たちがそこに流れていることについて一定の見解を示して、あるいは解決策を示さないで、ただ沖縄が沖縄だと言ったって誰も振り向かないよという議論ですね。それにやっぱり回答したことにならないのかなということを先ほど感じてまいりました。やっぱり壁は厚いんだなとか、こう思ったところです。それで少し感じるんですけど、沖縄のこの若者たちもですね、この西野君たちも多分そういう議論にさらされて若者論議をするんですけど、多くの若者たちからそういう議論をされたんだと思います。そういう状況の中で一生懸命ハンストまでやって県民投票を取り組んだこの若者たちの努力には敬意を表したいと、こう思っているところです。で、そこでその本題に入りますけど、中国をどうっていうかいう話、今日トランプさんやってきて、また日米の強固な絆、新たに確認しましょうという議論なんでしょうけど、私ずっと思うんですけど、こういう短絡な思想に絡められてしまうこの国のありようが非常に悲しくなりませんが、今日は、社民党関係者、あるいは革新的な人たちがたくさんいますでしょうから、そんな議論に簡単に引っ張られないんでしょうけど、でも皆さんもそれぞれの地域でそういう議論にさらされているはずですよね。自分の子供さんを説得して沖縄の辺野古反対を断固として頑張ろうぜ、お前も学校で話せって、同級生に話せって言えないじゃないですか。多分言った途端、どうするんだよお父さん、これ回答できないのではという議論になるんだと思うんですよね。で、そこで少し一緒に考えたいと思いますが、この憲法改正、今度憲法改正するという参議院選を控えている中でですね、どういう論議を作るかというのは大事だと思うんですが、私ずっと中国、隣にいますので、まず結論から言いますが、私の沖縄県が抱える尖閣という、会場の、海と、東証、さまざまな岩、むしろあれはもう島というよりは岩の突起物が海上に出ているぐらいのものでしょうけど、これは歴史的に言うとですね、琉球王朝が中国に殺風するんですね。中国に琉球王朝の王様が変わるたびに中国に行って、今度誰それから誰それで王朝が変わりましたと、一つご承認をくださいという殺風を送るわけですね。で、それは尖閣の近くを通って一番南の広東省の方に、入っていくわけですが、そうするとその海域の一番の目玉っていうか目印は尖閣なんですね。尖閣はちょうど中国と沖縄の真ん中にあって、尖閣を見ると、あ、そろそろだなと、向こうから来ると、あ、そろそろ那覇の町、首里の町に来るんだなというのが分かる、海上の道しるべになるものです。言葉を書いて言えば、交流と、あそこは交流 と,、交流とその平和の拠点だったと、いうふうに私は思うわけですよ。で、それで今、政府はことさらに尖閣、尖閣、尖閣を今日は煽るんですけど、私たちの思いからすると、尖閣の海域をもう一度平和と交流の島にしてみたいし、平和と交流の地域にしたい、平和と交流の海にしたいというのが沖縄の私たちの変わらざる思いです。で、それをことごとく尖閣が危ない、中国から取りに来る、中国に、乗っ取られるため、ないためには軍備で対抗するしかないんだというのが今の政府のあり方ですけど、ここにやっぱりもう少し短絡的なその軍事論にですね、巻き込まれないで、やっぱ しっかり考えるべきだと思うんですね。なぜならその、かつての日本の戦争の歴史を振り返っても、満州事変、日華事変と言われるのも、つまり当時の関東軍が仕掛けた自作自演の銃声一発であんだけの拡大した戦争につながったというのは、私たちの戦後史の大きな反省の材料だと思うんですね。で、それを私、尖閣でもし銃声一発が轟いたら、日本中が大騒ぎになって、安倍首相が言う、尖閣を守るために、日本の平和を守るために、今こそ日本民族は総結起して中国に向かうべきだ、そのためには憲法を変えて自衛隊を明記して堂々たる大国になるべしだという議論を立てられたら、皆さん返すことはありますか？私の認識では、
憲法を変えるとき必ず尖閣の近くで一発の銃声が鳴るだろう、有事が起きるだろうと思えてならないんですね。すごく恐怖感があります。そうすると日本中が今でもそうですから、もしあそこで一発の銃声が轟いたら日清戦争、日華事変で起きたような、日中戦争、全面戦争に入ったときと同じような状況で中国というふうにいきそうでならないんですね。だからそのために私たちは平和の思想というものをしっかり持つ人がいるというふうに思えてなりません。沖縄は、そういう矢面に立って今、軍事論の戦争の防波堤の最前線作業をしている、もしそれが起きたら私の島々はまたぞろ戦争のために動員される道具として、最前線の島々として位置づけられて、また74年前の悲惨を味わうのかなという思いがあって私はちょっと反対しております。それで話ちょっとずつ言いますが、この金曜日だった私週刊金曜日、これ私の表紙が飾られて非常に光栄ですけど、私の PR したくて言ってましたんですが、心の中に語ったのはですね、こういうことです。沖縄本島といえどもですね、今与那国、石垣、宮古で作られている自衛隊基地建設問題にほとんど触れないんですね。話題にしないんです。で、その離島にいる人たちは非常に孤独感を、孤立感を感じています。沖縄に行くと辺野古反対で燃え上がってるけど、私たちの島々の軍事化についてはほとんど関心を持ってくれないという声がどんどん聞こえてきます。私もこの5月15日平和行進に石垣にも、宮古に行きましたけど、なんでかっていう話をね聞きます。で、それがやっぱり痛いんですよね。これは県外の人から沖縄の中の重層構造、差別構造、琉球王朝時代の沖縄の島々の人たちが先島の宮古八重も差別したんじゃないか、その差別構造が今もあって沖縄の平和はかかるけど宮古八重の平和についてはほとんど考えないんじゃないかという議論、厳しい議論を県外から提起されたりして思うんですけど、まあ、それはそうなんですね。ある意味、沖縄の中の非常に複雑な歴史を通じた差別とか分断があって、それが残っているだろうとは思うんですけど、一つここで提起したのは、私はやっぱり、沖縄の平和を考えるなら宮古も与那国も含めて平和のことを考えるべきだと。沖縄本島だけが戦争じゃないという言い方が一つ。もう一つはですね、米軍反対とは言いやすいんですよね。ところが自衛隊についてはね、ものが言えない。これここでもそうだと思うんですけど、もし皆さんのところにオスプレイが、米軍オスプレイとか街中を挙げてオスプレイ配備反対するんですけど、自衛隊のこと、自衛隊のことはなかなかものが言えない感じがしませんか。なぜなら災害救助に駆けつけるのは自衛隊だからです。あるいは何かあったら支援するのは自衛隊だからですね。米軍と違ってなかなか言いづらいとか、沖縄でもそうみたいです。でもやっぱり私は違うと思うんですよね。そのかつて戦争で大きな被害をもたらされた、これ日米戦争ですから米軍からの被害もありますけど、やっぱりかつての日本軍というのがね、すごく怖くて、今中川さんからお話がありましたけど、マスと、防空壕を作るために沖縄戦が長引いたこともありましたし、私の島々は全部そのかつての交戦という天皇制の中の戦争の準備として使われて長くされました。やらなくていい戦争、死ななくていい命がみんな失われてきました。そう思うとですね、やっぱり自衛隊という問題を、つまり私たちはかつての戦争の反省をしていないんです。かつての日本軍が起こした戦争についてしっかり考えたことがないんだと思うんですよね。で、何が悪かったのか、何が正しかったのかと反省しない前にまた新たな局面を今迎えようとしています。これ非常にまずいんだと思いますね。しっかり反省すべきです。この議論で非常に難しいんですけど、私先日ある新聞社で、沖縄新聞社で招かれて議論したときに、こんな議論をさせてもらいました。新聞が取り上げたので、もう確証がないから、ここで申し上げますけど、天皇メッセージとかですね、1947年に、9月に、昭和天皇が、沖縄を25年、50年、ないしそれ以上、米軍が占領することが日本の平和のために、アジアの平和のために好ましいという、だから沖縄を使ってくださいという天皇メッセージが出るんですね。で、その出た、天皇メッセージが出た後にですね、その5年後にいうところ、その日米の連合国との停戦、
日本が独立をしていくサウフェスト平和条約とでできるわけですが、そのサウフェスト平和条約の第3条で沖縄切り離しがされて日本は独立していきますけど、この独立していく過程で天皇メッセージが沖縄は米軍が引きずり使った方がいいというメッセージが流れて、沖縄は日本から切り離されて米軍統治下に入るんですね。でそういう事実などがあってですね、私この間その新聞社の議論でその議論をして、そのことの整理をしないとですね、そのことの整理をしないままにまた新たな時代を迎えてはならないと。天皇家は今新たな代替わりで日本中が大騒ぎしてるけど、その総括すべきだ。今こそ天皇家は天皇メッセージを出した昭和天皇の罪を反省をして、沖縄に謝罪をして、そういう歴史があったことをやっぱり見るべきだ、まあ、いう話をさせてもらってですね、これが新聞に出ました、これが新聞に出たら、広地お前はやっぱりテロリストだけど、ついに反天皇まで言い出すのかという議論になりそうで、小太郎光一号をやった時に右翼が総結集で襲いかけてくるだろうなとは思ったんですが、まあ、でもさすがその議論なかったですね。これやっぱり歴史の真実だ、ね、歴史の正しい認識だったからだと思うんです。これ否定のしようのない事実なんですね。私はそういう意味では歴史を逐一見ながらですね議論をしていかないと、短絡なその中国脅威論に巻かれてしまうって感じです。だから今厳しい議論をさせてもらっているところです。あと一つ言えば、中国との長い戦争がありました。そして日本は中国を占領し満州国を作り、そして、たくさんの山野作戦と称して殺し焼き殺し奪い尽くす、そういう作戦まで取った。その多大な中国に迷惑をかけてですね、ところが72年の日中国交回復の時点で、当時の毛沢東や周恩来政権は日本の田中首相に戦争保障を賠償を求めたかというと、一銭の賠償も求めていないですよね。この対応、中国のこの怠然とした大人の在り方はですね、私たち日本人はしかと目を開けて見るべきだと思います。もし中国が日本側が大陸で行った殺人放火あらゆるものの賠償をせよと言ったら、私たちは国家予算の5年10年もかけたって保証はできないと思います。そのことについて一銭の保証もしないで未来に向けて平和な国を作っていこうといった中国側の申し入れをですね、田中角栄首相は当然のように受け入れて日中国交がなるわけですけど、あの精神の原点はどこに行ったんだ、今頃になって中国が怖い怖いって言うのかと。そうした中国はもう一回ですね、戦後賠償、戦争賠償を求めてくるかもしれないですよ。とてもじゃなくて対応できないと思いますよね。そういう意味で私はやっぱりあの中国、あの朝鮮の人たちの日本に向けた恩を忘れてはならないと思います。そういう意味で70年の日中国交回復の精神をやっぱりもう一度洗い直して見ながらですね、私たちはこの日中における歴史の渦を見ながら整理しながらですね、有効であるべきだとこう思っています。私そういう意味で日本はむしろ日本側がですね平和の発信をする責務にあるのではないかとこう思います。向こうは侵略された国ですから、向こうが私たちを警戒するのは当然ですけど、私たちが中国が怖い怖いというのは真っ赤な嘘だと私はするための論議だと思えてなりません。まあ、ぜひその議論を尽くしてほしいというふうな思います。そのことを若者たちにも伝えて、私たちは英雄を正して歴史に向かい合い、そして隣の国々に向かい合うべきだと、まあ、議論を立てると。その中から憲法を変えてはならない。再び私たちの国が侵略をしたり戦争する国家になってはならない。だから憲法を守らなきゃならない。9条を守らなきゃならないという議論を立てる。まあ、その議論を立てながら、この参議院選挙にもし安倍が憲法改悪を正面から掲げて私たちに臨んでくるんだったら、私たちは歴史の態度をかけて歴史の正義の名において安倍に反撃をしようじゃないですか。安倍さん、あなたの道は間違ってる、私たちはしっかりやっぱり平和の道を歩むんだとメッセージを送りたいというふうに思います。安倍には負けないだという議論もですね、ぜひお願いします。じゃあ少し時間もありとなりましたので、辺野古や高屋の話を少し戻して議論を進めてまいります。ですね、ここに来る前に実は日本でのやり取りをしたんですけど、辺野古の海が作られようとしています。で、辺野古の海はいろいろ条件があって難しいんですけど、
極端から極論から言えばですね、その埋め立てする土砂は沖縄の港から、沖縄の山から土砂を崩して沖縄の港に船に荷積みしてヘルポに向かっているんですね。でその港というのは 県が管理する港湾なんですね。阿波の港もこれから使われる塩川という港も県管理の港なんです。でその港を埋め立てのための土砂を運ぶためには使わさないといえば済むことなんですね。そうすると土砂行かないわけで埋め立てできないわけです。ところが県はそれを許可与えているわけです。なぜそうなのかと思います。つまり県が玉城デニー知事も尾長知事もあらゆる手段を講じてでも辺野古の建設を止めるんだと言って公約をしました。ならそうなら、なぜあなたが管理する港の利用を彼らに許すのかと、あなたが絶対ノーと言えば止まることやないかと思うんですね。ところがその本音がなかなか言えなくて、ついに私県庁の方におととい行って激しく迫りました。言っちゃ悪いけど土木の皆さん、あなた方がこのクソくらいのような変なわけのわからない判断をするからおかしくなる。今そういう話をずっと続けると県は二枚舌だと言われるよと。デニーさんは表向きは新基地反対というのやってることは全然関係ない、全然逆の方向で港使用を認め土砂搬出を認めている。そんな二重基準があるからおかしくなる。あなた方しっかり目を見開いてデニーさんを支えるなら支える立場にいるんだから支えなさい。部長ダメだよ逃げたら支えなさいとこう言いました。尾長さんが死んだ、尾長さんは政府の圧力の中で命をすり合わせ死んだ。あの時に土木部の皆さんが、知事あなたが悩む必要はありません、私たちがあなたの盾となりあなたを守り、そして私たちが基地建設を止めるその最前線に立ちましょうというメッセージを送れば違った経過になったはずだ。あなた方国から言われたらすぐ分かりました、はいどうぞと。ふざけんなよという話をしてるんです。今議論に入っていますが、私はそのことをさせない、その議論を今県政に求めて道部長交渉を入れた。29日の水曜日でどうだというんですから、29日の水曜日は残念ながらいないんです。私が残念ながら今日は、あ違う、そうですよ、今日27日29日は石川県に行ってくるからね、石川県に行きます。だから残念ながらちょっと日程伸ばしてくれと言って今頼んでありますけど、いや伸ばせない、山城宏が命にやっちゃえこうなるかもしれない、それちょっと待って日程調整してと頼んでありますけど、とにかくそんな感じです。ここの話をしたいと思って今日来たんですけど、たくさん行政の経験者もいらっしゃると思うんですけど、今ですよ、例えば長野県庁という県庁がありますね、長野県があります。ここに総務部もあるし土木部もあるし福祉部もあるしいろんな部局があると思うんですけど、ここは実際県知が束ねているように見えるんでしょうけど、実際の行政の中身はですね、中央の政府の、例えば私の漁港の管理だろう、国交省の管理課になって直接でこうやり合いしてる仕事のやっておりね、病院とか福祉の部分は厚生省とやり合いしてるんです。だから常時日常的につながってるんですね。つながっていて港の使用とか土木行政の在り方とかみんないつも中央の指導を受けてやってるためにですね、この一件だけ辺野古の、あの港の使用だけこれは沖縄県としてはならんというふうに言いづらいだろうというのは分かるんです。多分そうだと思うんですね、多分そうだと思う。例えば今同じ空港を作る那覇の港第二滑走路を大きく作っています。でそれは多分国のいろいろ指導を受けて作っているはずなんです。国の行政官僚たちの指導を受けて課長部長が国に申出て向こうの職員のああでこうでこうでああでこうでの話を受けながら、第二滑走路を作っているはずです。そういう状況にある中で、あの辺野古の関係だけは県は県として毅然として対応しますよということが言いづらいと思うんですよね。言えないからそうやって言うがままになっていて、県知事なんかを吹っ飛ばして中央とつながっている、そういう構図だと思うんです。これがですね、政治的にも中央から支配され、行政レベルでも末端でもそうやって中央の支配が末端まで行っている日本のいびつな
政治と行政のシステムここにあるわけです。だから県会議員を立てても国会議員を立てても安倍市会議員を立ててもなかなか地域住民の声が反映されない県政、どんなに県知事は自分たちが作っても自分たちの意向では動かない、そういう世界では厳然としてあるわけですね。この国のシステムですよ。非常におかしなシステムになっていて、だから私の沖縄もどんなに尾長さんを立ててもデニーさんを立てても県民の有権者の思いと全然違う方向に政治が流れてしまう。ここがやっぱり大きな流れだと思うんですね。そこにやっぱり思いをいたしながら、まあ、私は別に県土木部を叱るわけじゃないんですけど、彼らの立場も理解をしながらも、でもそれ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 でもお願いだからぜひ知事を支えてほしい。知事を支えるというのは県民の民意に沿うことだ。県民は今国からかつてない、なんて言うでしょう、弾圧とは違いますけど無視され、そして誇りを傷つけられ、尊厳を傷つけられ、のたうち回るように今県民は苦しんでいる。そこにやっぱり寄り添うのが県政の責務じゃないのか、立場じゃないのかということを彼らにとくとくと言いながらですね、知事を支えなさい、尾長さんを殺したようにな、デイリーさんを殺しちゃならんよ、もしやったら俺が許さんと言いながら、まあ、そういう議論をさせてもらっていますけど、まあ、そんな感じだろうなというふうに思うんですね。なぜそんなこと言うかというと、この1週間ですね、港に行ったらね、その防衛局が雇った帝国警備、帝警と言ってますけど、帝国警備という警備員が200人も港に押しかけて、そしてですね、両側に水道パイプの、これぐらいの水道パイプにネットを張って、人で、まあ、人を広げるこういうぐらいのネットをですね、みんな持ってるんですね。でどうするかというと、反対派が来たらみんなこれで塞いで、反対派がいらない。ここに潜り込んできたのを4、5名で囲い込むんですね。囲い込んで動けないようにして、車がどんどん入るみたいなことになってます。どうですか皆さん。これに頭きて私怒ってもう県に殴り込みをしたんですけど、これじゃまるでイノシシでもなんか獲物を取るみたいな状況ですよ。現地までゲートまで吠えましたよ。おい防衛局、おい結構警備ふざけんなんです。相手は人間だぞ。人間をそういうふうにイノシシかなんか鶏かでも囲い込むような囲い込むとするか、俺たち獲物かバカにするんじゃないよという話をしながらですね、やめなさい。日本の法律にどこにですね、詩人が詩人を暴力的に囲っていいという法律があるかと。これは甚だしい人権侵害だし、甚だしくはですね、まさに法律が禁じる自力救済というものなんですよね。やっちゃならんことなんですよ。日本の刑法上許されるのは緊急避難のための緊急避難、つまり相手が包丁で刺すという時に待ってるという意図もない時に相手を切ります。これは正当防衛であり緊急避難ですね。そういうことぐらいなら自己防衛が認められていますけど、それをね、業者がね、自分の事業を進めるためにネットで張って、そして反対派から反対を囲い込んで押し倒すとか排除するのとかあっちゃならんことです。そういうことを沖縄の今基地反対運動の現場で起きてるんですよね。それでも腹立って腹立って現地で吠えて、警察いつも俺たちに襲いかかってくるけど、なんで違法集団を抑えないんだ、向き方が逆だろ、向かうなら俺たちはあいつらに向かえアホーってこうどなってるわけですけど、それで収まらないから県に殴り込んで、おい県、いい加減にしなさい、あなた方が管理する港でこんな違法が行われてる、どうするつもりね。それに目を閉じてまたその警察のやりたい方でさせるのかと私怒るよ。もしそんなこと続けるんだったら、デリー県政も玉城県政もついに本当は二枚舌で県民に背を向けて、本当は県の指定は基地建設推進派に向いてるんじゃないかということを言わざるを得なくなるよというふうには議論してるわけですね。本音じゃないですよ。そういうふうに頑張ってほしいと思ってるんです。ところが地元の新聞、山城平和センター議長、県は二枚舌と冷やしたと、待てよって感じで、二枚舌と冷やしてるんじゃないんですよ。二枚舌と言われかねないよ、だからしっかり礼を正さないとおかしくなるよというふうな議論をしてるんですけど、まあ、新聞社、勢い余って山城議長、県は二枚舌と批判したとか書く、待てよ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 という話でしょ。そうあっちゃならないだろうという話をしてるわけだね。だからまあそういう議論を今してるんですけど、非常に難しいです。だから一筋縄ではいきませんが、とにかく頑張ってます。あと一つ二つ言って、まあ話は終わると思いますけど、辺野古で2014年に激しく座り込みをして、
機動隊とパチンコを戦いにしました。その今、阿波というところの、安い、まあ、平和、安心の安に平和の和と書いて、まあ、普通なら何て言うんですかね、これ安和という人で阿波と言います。これ阿波という港があって、これ琉球セメントという唯一の沖縄であるセメント会社がセメントを出荷するために海に桟橋を作っているところです。目的はセメントをセメントの材料の出荷のためにあるんですけど、なんとここから土砂がダンプカーに満載されて出てるんですね。そして船に荷積みをする場所があるんですけど、それが今阿波の組織行動、まあ、今現実ではヘルコジャのそこの方に毎日出向いて反対行動してますけど、最初行ったらですね、やっぱり車の前に立ちはだかったら機動隊に排除されて囲われて何もできないんですね。そしたらほとんど正確行ったのに何もできない。それで今運動のあり方を変えました。どういうふうに変えたかというと、車の前には立ちはだからない、車の前には座らない、車が来たらもう下がれ、道を開けて車を入れます、そういう運動をしています。じゃあ吉野さん、それじゃあ運動にならないじゃない、組織行動にならないじゃないかと、こう当然お叱りを受けますね。最初そういう叱りも受けました。なぜ今そういうことをやってるかというと、行きました、やめろと言って立ちはだかりました、機動隊が出てきて囲われました、そして工事が終わるまで囲われたままで海動きできません、ただ悔しい、端っこで抗議をする、埋め立てやめろやめろと抗議をするだけで終わるんですけど、それではね、さすがにね、バカバカしくてやっておれないということで、今方針を変えてゲートの前でやらないんですけど、引く、その代わり機動隊にも私たちは組織行動はしていないし、正しい逃走してる機動隊も介入するなというふうに言って、阿波の現場には機動隊は入りません、待機はしているけど介入はしません、私たちはそこで自由にわっしょいわっしょい反対反対して、車が来たら引けと言って引きます。そうすると何が起きたかというとですね、我々がいなければ車、トラック、ダンプは信号で青信号になったら車が5台も6台もゾロ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 入ってくるんですけど、ここでわっしょい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 してるんだから車入れないですよ。信号の時に1台しか入れない、1台っきり、つまり赤信号になった、赤信号になったらどの道も対向車が止まりますから、その時信号に入ってきた車は1台ぐるっと入ってきます。これを止めないってことです。どうぞ入りません。その代わり次の車入れないです。今まで3台4台も一挙に入ってた車が信号で1回きりしか入らないことになりました。つまりですね、こういうことです。1分に信号が1台変わるとすると、1分ですから60分で60台、1時間で60台ですね。実際には1分30秒ほどありますので、入ってくる車変わるとすると1時間で40台しか入らないです。40台、そうすると7時間かけて4728で280台、280台一隻の船に満載するために280台必要なんです。つまり7時間、休憩時間挟んで8時間、つまり1日です。1日の労働時間を費やしないと船は満杯にならなくて接岸離岸できないんですね。わかりますよね。普通なら抗議行動しなければ、あるいは囲われたままだったら1日3隻船出てしまうんです。4隻出てしまうんです。で今、引いているようで、引いているようでどうぞどうぞと言ってる割には一生懸命止めてるからね。4隻も出てくる船が1隻で止めてる、これは素晴らしいことだと自分でやってて、これ正解だと思ったんです。それで今私たちはそういう運動をしています。引きなさい。だから例えば中野から来ますね、俺はね、山城さん止めたくて来たんだよ、止めるために来たんだよ、下がれたって俺下がらんぞと言うわけね。これ那覇から来る人も多数います。県外から県庁前にバス乗ってヘルコに来て、今は阿波で大運動が起きてるみたいな、阿波に行こうと言って一生懸命やりますね。60年70年元気だとお兄さんお姉さん、俺は引かねえぞってやってきますよ。お願いお兄さん無理しちゃって引いてって言ってもね、引かないと、俺は止めに来たんだ、何言ってんだとか言って怒り出すしまいだね。だけどここお願い引かせ引かせやって、今引かせながらね車を止めてる、そういう戦いが今できてるんです。それでこれはね、水曜行動だけやってましたが、これから6月に入ったら毎日やることになりました。毎日そうするとね、結局毎日ですから、毎日船3隻出るところ1隻取ることができます。つまり3分の1です。
工事期間は3倍に伸びるわけでしょ。県の試算では15年かかる埋め立てを3倍とか45年かかることになる。45年に引き延ばす戦いをしたら、その時点で戦いの数勢は見えるんじゃないですか。安倍、見ておれよ、基地はできない、私たちが勝利だ。まあ今そういう戦いに転じようとして、阿波のゲート前で、塩川のゲート前で運動しようとしています。小林さん、長くなりましたが、そういう風になるとね、どういうことになったかという話をしておきますが、警察機動隊の目つきが変わってきたんですね。今まで私の顔を見ると目玉引き付いて、またやる人来たかと、パチ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 火柱が散ってたんですけど、今はね、違うんですよね。私、その違法の行動をむしろ逆に止めて、聞いてくださいってこういるもんだから、吉野さん、また今日もお願いします、ね、向こうから分かりました。で今日みたいに長期で県外に行くんだって、正直なかった、いつ帰るの、代わりいるのみたいな話で、いやいや、私はまあ今回10日ほどいなくなって大変長期出張するけど、ちゃんと後ろ、あとは同じようにやることを指示してあるし、同じようにやらせたら心配しないでと、まあ、言いながら議論しておりますけど、警察も人の子ですよ。警察官の若い子だってね、ほんと好き好んでお姉さんお兄さんもね、引っこ抜いてるわけじゃないんですよ。心折れてるんですよね。ほんとは彼らも悲しくてしょうがないですよ。言われなくても分かってるんですよ。私たち仲間はみんなの機動隊の青年として、あんたね、自分の親みたいな世代に、おじいおばあの世代みたいに、そんなごぼんっていいの、気持ち痛まないのと言って迫るんですよ。ほんとは泣いてるんですよ、彼らはね。子供たち、若い22、3ぐらいの青年たち、やりたくてやってるわけじゃないんですよ。それで今こういう運動をして、ぶつからないような運動をしたら、彼ら本当に一番喜んでる機動隊ですよね。若い生徒たち、隊長から行けって言われてる若者たちのほど喜んでるんですね。よかったと思ってる。だから私が不在するときに、一度那覇に会議があって、今日帰るということで仲間たちに、今日悪いけど先になるよって言ったときに、最初に声をかけてくれたのは若い機動隊でした。兵力国、山城さん帰るんですかって言うのね、帰るんですか、もう戻ってこないんですかとか言う。どうしたんですか、いや、いてくださいよ、行かないでくださいよと言ったのはね、若い人だからそういう風にね、変わってくるし、機動隊長もやっぱり昔みたいに私の顔を見たら、連れてけ、こいつ連れてけみたいな、すぐ破壊しまして持っていくようなことをしないで、向こうも話し合いをしましょうという風になってます。だからやっぱりあの心、これだろう、私やっぱりどこかで会話してる人がいますね。少なくとも運動のリーダーとなる人は、相手方とも自分の向こう側にいる人ともどこかで対話ができるようにしておかないと、一切ガチャが起きた時にどうするかという話が見えないのでですね、ここはやっぱり常時注意をしながらやりたいなと。ここは評価によっては、山城君は逮捕されたら人間が変わって、あんだけ激しくてネット上では日本一のテロリストと言われてたのに、今や日本一の警察ベッタリハール運動をやってるんじゃないか、まあこういう議論をする人もいます。だからこんな馬鹿げた運動参加しない、帰ろう帰ろうという人もいますよ。だけどですね、私今思うけど、やっぱり運動は何のためにいるかって言ったら、今現在に起きているのは基地建設を止めるため、そのために運動をしてるわけで、そのために効果があることはやるべきだ、ね、別にあの大義のために体を張ってなんかこう俺やってるぞというのは自己満足じゃなくて、本当にやってることをやるためにやってるわけだからね。そしたらやっぱり成果が上がって、1日3席出た船が1席となったら、最初批判的だった人も今みんな出てきて、ヘルコのゲートに行かなくても阿波に来るようになってて、で向こうで象徴してる島袋文子もあったら、私怒られて、ヒロジお願いだからヘルコから抜かないでとこ言って、おばあは向こう行けませんからね、だからおばあに挨拶するとか少なくなったので少しおかぶりしてるようですけど、おばあは分かって、あの運動のためだから、ヘロコロ基地建設を止めるためだから分かってとか、まあ申し上げたんですけど、なかなか理解できませんけど、だんだんやっぱり分かってきて、あわへあわへと行くとになって、そしてこの間の会議でついに今水曜行動をやってることを6月から毎日やろうということになって、今毎日行動をやりました。ついに全体の搬出を3分の1に減らす運動ができようとしているということをお伝えしてですね、運動はどんどん前進をしていく、運動は同じパターンではいかないです。ゲート前では、ヘロコのゲート前で抜かれて終わりみたいな世界ですけど、あんなことしません。だからこのヘロコのゲート前に行って、機動隊長に、阿波で認めてるんだから、ここでも認めてくれよ、
車が入った後は自由なんだから全部ガッチンコで固められて、私たち行ったり来たりのデモ行進させるよって言ったら、いいですよどうぞって言ったらね。だから今ヘロッコ行ったらやってるんですよ。新基地建設反対、土砂反対をやって、わしわし、まあ、トラックが来たらさすがに引かんとなりませんけど、その間はやっていますね。これは泡でそういうことした成果です。だから私はやっぱり警察も人の子だなと思ったのはその時ですね。何も完全に私たちをマークして排除するってことじゃないんだ、と思いました。彼らも建前、私たちはね、山下さん、中立だ、別に君たちを排除するために言うわけじゃない、私たちは業者もあなた方も同じように見ていて、ただ混乱がないように見ているだけだから私たちは中立だと言い続けてきた。そこをやっぱりトレントですね、あなた方は中立なんでしょ、私たちは目の敵に排除するわけじゃないんでしょ、じゃあ車が入った後は開けてわしをわしをさせず、市民の抗議の権利として保障すべきでしょうと、あ、その通りですとこう言ってくる。だからそういう運動ができているということですね。ぜひこれからたくさんの戦いができて、警察とガッチャンコしたらも激しくなりそうですよ。ここはやっぱり聞きながら、やっぱり状況を見ながらですね、運動を指導する、運動を領導することも考えてみてください。なぜなら現場はどんなにあがいても60代以上の皆さんですよね。かつて若かりしい皆さんいっぱいです。私たち若い頃元気でしたもんね。なんかね、今の大きなハゼ、大層のものって手に持ってね、わっしょいわっしょいやってた、そういう世界、そういう一つですから、簡単には引かない世代がいっぱいですけど、でもどこまでやっぱり引きながら運動して、若者たちも引き入れる努力をしましょう。私たちに懸念するのは、おっさんたちはよ、学生時代で激しくもやりまったからよ、俺たちは所詮感覚違うんだよ、あの人たちは別の世界だから、俺たちそのことできねえみたいなこと言います。でも今私が青でやっていることだったらできるはずだし、まあ、そういうふうに学生を引き入れ、まあ、若者を入れようかなと思っています。なんかね、あとちょっとここでまとまってきますよ、終わりますけど、同じ話になることになりました。あと一つ二つ話を申し上げますが、運動を長くやるという秘訣を少し披露したいと思います。向こうに島袋文子さんという、もう90歳になったおばあ、象徴するおばあがいます。あの人は戦争を体験して二度と戦争をやっちゃならないという生き証人みたいなことです。豪に隠れた時に火炎放射器でやられて、自分の肉親かぶわったり自分の背中を焼かれて、そして、生きた間に戦後を生き抜いた方で、戦争だけ絶対させないという怒りで満ちた人です。あの人の目の前、あの人の前で私ももり言えません。あの人が「ひろじ!」って言って「はい!」とか言って、もうごめんなさいってしかないくらいの偉い人です。それから高田敏夫さん、まあ横にも来たかもしれませんが、平和市民連絡会という県内最大 の市民団体で網羅している平和市民連絡会の代表している高田鈴代さんという方がいらっしゃいます。那覇市会議員を長年やって那覇市長選挙にも出た方ですが、その後市民運動の専念をしています。代表しているんですが、その人がですね、機動隊との圧力の中でたくさん、昨年の4月にたくさん集まったんですね。700名ぐらいが集まった。で、機動隊がたくさん集まって、で、から彼女代表だから最前列で座ったんですね。そしたら機動隊の圧力と仲間たちの後ろから圧力で、あばらを4本バリバリバリッと折った。そして鎖骨も折った。5本も骨を折っちゃったんですね、その時に機動と圧力がね。で、その彼女が振るってんですよね。その後何と言ったか、私の骨はつながってほしいけど海を囲う桟橋はつながってほしくないと言った。私もまじまじ聞きました。涙が流れそうでありました。鈴代さん、偉い。あなたは立派やと、こう思うしかないですよね。そう言った。その後に言ったことがもっとすごい。何と言ったか。私の骨は折れたけど、私の心は折れないと言ったんです。おい、鈴代さん、格好つけるのもちょっと好きじゃねえかって思うぐらい格好ですよね。私の心折れないと言った。私も負けずに何か考えなきゃならないと思ったんですけど、私は捕まっても私の心は捕まえられないと、でもいいよかなと思ったりしたんですけど、まあそのぐらいの人たちがですね、ゲートバイで張っていると、そういう鈴代さん、文子さん、あるいはたくさんの皆さんに今支えられる運動です。平悦美さんというまた同じく10年前の辺野古第一闘争の時に74、5歳でカヌーチームを編成してカヌーを指導した女性がいます。もう85と言いますが、その平悦美さん、抗議行動して道路の欄干に足を下ろして、まあ、座っていたんですね。2人で
そしたら車がやってきて足にぶつかっちゃった。だから膝から下複雑骨折で病院に長く長年、まあ、長く入院なくされた方がおりますが、彼女ももう80代半ばです。その彼女がですね、いまだにヘルコに来るんですよね。また来るかしてるけど、えつみさん無理しないでって言うんですけど、この足を支えるために骨に全部鉄筋が入ってるらしいんですよ。鉄筋が入っていて、その鉄筋がやっぱり不意気になったら寒くなって痛むわけですね。でそれ取らんとならんと、それ取るためにまた長期入院せんとならないから、今は断ってゲルタ前に立ち尽くしてるんですよね。そういう話聞くとね、泣けてきますね。ひつみさんお願い、もう無理しないで、休めるとき休んでいいから休んでよと言うんですよ。ダメだ、聞かないね。ずっと来てる。私は何のためにここにいるの、基地を止めるためにいるんでしょうと。私の体は二の次だみたいに言う方はされるものですから、胸が痛みます。えつみさんもお願い、無理しないで、お父さんも泣いて見てるでしょうと言うんですよ。いやいやいや、続けて85歳近くなりますけど、そういうのがされてる。私は現地いろいろ報告しますが、冒頭で申し上げました、私たちは別に主義主張のために運動しているつもりは元はありません。政府が中国を怖いというなら確かその議論も受け入れますけど、でも冒頭で言いました、本当に中国怖いのかと。怖いのはむしろアメリカや日本の政策じゃないのかと。皆さんの政策が転換すれば中国にとってむしろ笑顔で向かうんじゃないの。民主党政権の時の小沢さんが125名の衆議院衆参議員を引き連れて500名に上る施設団を送って、あそこで新たな日中の扉を開こうと努力したじゃないか。それを嫌がったのはアメリカであって、アメリカがそれに恐怖して小沢さんを追放したけど、あの精神を忘れてはならないんじゃないかと、まあ、こう思うんですね。そういうふうなことがあった。今私たち国を席巻している暗い壁が、その雲が漂っているんですけど、これはやっぱり私は取り払おうと思えば取り払うことができると思うんです。総理自身が先頭を立って道を開くんだと思えばできるはずです。安倍さんに笑ってしまうのはですね、中国の朝鮮のミサイルが飛んできて、朝鮮が怖い怖い、だから日本も武装すべきだと言って、イージス艦アショアと言って秋田県とここの山口県に一気に戦国をするようなやつを持ってきた。そして F-35 というとんでもない戦闘機を140機も150機も買う、一機100億円もするような1兆円の飛行機を買いますみたいなことをやってるけど、しかし考えてみたらですね、そういうことをしなくても、だって安倍さんおかしいと思うのは、朝鮮のミサイルが来た時に今は対話の時期じゃない、今は1にも2にも圧力だ圧力だと言ったら彼自身ですよね。そしてムイン・ジェイン政権ができて対話で南北朝鮮を作ろうとしたムイン・ジェインにひどい罵声を浴びせ続けて、これは日米同盟、日中韓同盟を壊すものだ、ムイン・ジェインは岸からと言い続けた彼、今頃になって無条件で私が日朝の対話に尽くしますという話をする。恥を知れよお前、お前は昨日まで何と言ってたんだ、今は対話じゃなくて圧力だ圧力だってお前だろ、向こうだって知ってるよそれね。トランプさんが朝鮮に行ったらにわかに態度を変えて、私も朝鮮に行きたいと、行かすかよアホって感じですよね。朝鮮に向かいますか、あなたの足元みんな見てますよ、笑ってますよって感じですよね。私だからあの時に言いましたよ、朝鮮の圧力がするんです、これ戦争する、あなたも一心が必死に戦争って言うなよと、自分で自ら乗り込んで、ある国に乗り込んで、日朝間の最大の懸念は拉致問題だって言うなら自ら行って切り出せばいいんだじゃないかと思ったんです。そしてアメリカと一緒だって圧力だと言って、そして戦争の準備ばっかりする安倍に対してですね、拉致被害家族を人質するなよと、一番かわいそうなのはあなたが一生懸命こんなこと言う、拉致被害家族はあなたにすがるように解決してほしいと言ってるんで、あなたは言ってるとやってることで全然違うやないか、慌たれって思いました。皆さんそう思ったでしょ。だから自分から言って、そんなに言うんだったら朝鮮に乗り込んで向こうの委員長さんと話し合って拉致問題なんとか解決できませんか、もしそういうことをするなら日朝間に横たわるさまざまな課題について、在日の人たちの権利や在日の人たちの高校教科書無料化や全て考えますよぐらい言えば済むことです。自分のことは一切譲歩しないで、アメリカと一緒になって叩こうと言いながら、拉致問題岸からふざけるなよって言うから、沖縄にいても思いますよ、皆さんそう思いませんか。だからそういうですね、やっぱり政府に、政治に対してやっぱり
率直に物申しをしてですね、阿部が言うことばっかりを忖度する放送局、新聞、テレビ、ラジオ、おかしいですよ。どうかけてもおかしいですよ。だから私たちはやっぱり思いましたね。朝鮮にそんなに言うならやっぱり自分で行くべきです。中国が超えたら自分も行くべきです。行かないとトランプさんに頭なぜ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 されて、政権の不要だ、期日の不要だけを考えているような、そんな政治を今私たちはいただいている、ありがたくいただいている、これ考えましょうね。国民性があるんでしょうね。やっぱ戦争に負けた後遺症がずっと強くて、その大国アメリカが自分たちのそばにいれば安全だみたいなのが、アメリカ神話がこの国に大きく横たわっておりますので、これをね、やっぱり私たちは打開を打破する、そしてそのどこの国ともですね、ちゃんと向かい合って対話をし、政治というかその地域を作っていく努力をしようすべきだというのが私たちの願いです。その中でやっぱり平和を考え、戦争とか有事をない時代を考えていく、そのためにこそ私たちの知恵の工夫も、平和を作っていく工夫も必要だと思います、そのことを訴えながら来たるべき参議院選挙にですね、やっぱり私たちの候補を多く立てて、そして安倍政治を変えていく、間違っても憲法を変えさせるような政治状況だけ作らない、その決意を仕上げたいというふうに思います。私の沖縄も微力ではありますが、基地建設反対運動、そして戦争を許さない、憲法改革を許さない、全国の戦列に越して一緒に戦うという決意を申し上げて話をまとめます。終わります。県庁前で君にさよなら、いつまた会えると聞いた君の言葉が、走馬灯のように巡りながら、僕の心に火を灯す。予約もないのにバスに飛び乗り、君のいる辺野古へ、辺野古へと出かけました。あいつもいつでも夢と希望を持って、君は辺野古一筋に生きていました。タン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 、辺野古へはもう何度も行きましたね。君のいる辺野古で燃えるばかり、いつも いつかうるさい、いつの勝利を夢見て、僕も今日を生きてゆこう。君に笑ってさよなら言って、バスは帰る遠い道を、あ、今すぐにでも戻りたいんだ。ごぼう抜きの工事をゲート、タッタッタッタ、辺の声はもう何度も行きましたね。君のいる美しい辺野古、辺野古へはもう何度も行きましたね。きっと守るよ美しい辺野古。一応話を終えたいと思います。ありがとうございました。